ディズニーパーク、ウォルト・ディズニー・ワールド・リゾート、ディズニー・アニマル・キングダム・アジア・アジアとは、ウォルト・ディズニー・ワールド内、ディズニー・アニマル・キングダムにある、テーマランド。入り口とサイン・テナガザル・アジアの大自然をテーマにした、テーマエリア。アナンダ・プールという架空の王国を舞台としている。トレイルでは、トラやコモド,ドラゴンなどを見ることができ、テナガザルの展示施設もある。 また、パーク最速のコースター、エクスペディション、エベレストや、激流下りのアトラクション、カリリバーラピットなどの絶叫アトラクションもある。イマジニアのジョーロードによると、アナンダプールのモデルとなったのは、インドやネパールの南アジア地域やインドネシアといった、東南アジア地域である。また、テーマとして、人間と自然との調和と不調和が根底にあり、それは、マハラジャジャングルトレックで、 トラの展示施設がかつてトラ狩りに使われていた宮殿の廃墟を模していたり、カリリバーラピットで違法伐採と焼き畑のシーンに現れている、とジョーロードは語っている。また、エクスペディションエベレストのエリア周辺は、セルカゾンという集落が舞台となっており、セルカゾンの建物は、ネパールのムスタン軍の建築をモデルとしている。1998年のオープニング当初は、 バードショーのフライツ・オブ・ワンダーのみのオープンであり、1999年にカリリバー・ラピットとマハラジャ・ジャングル・トレックを含むエリアがオープン。2006年に大型アトラクションのエクスペディション・エベレストがオープンした。ヤク・イエティ・レストラン。ありがとうございます。